あと2つだね。これは？じゃあ。宿罪の扉？何の罪だ？宿罪の扉。宿罪移したり。うん。入り込むなぁ。これなんだろう。ああ、寝てんのか。あ、ヒーラーだ。ヒーラーだからだ。ミア、体の具合はどう？うん、大丈夫だよ。お母さんあんまり無理しないでね。何言ってんのよ。お母さんはヒーラーなんだから、これくらい平気よ。それに、ミアには早く元気になってもらわなきゃ。うん。でも、え？このまま私が治療を続けてもきっとミアは回復しないわ。まさかこんな厄介な病気にかかるなんて。治療薬を探しに行きたいけど、体の弱い私が行ったって。お母さん？え？ああ、ごめんなさい。ちょっと考え事をしてたの。ミアは何も心配しなくていいから。もう、今日はもうお休み？うん。おやすみなさい、お母さん。おー。でも今ミアはこうやって生きてるわけだから、なんかしたんだろうな。もし、私に何かあればあの子は一人になってしまう。一体どうしたらいいの？北の館！あそこに行くしかないのかしら。私がこんな体じゃなければ。ん？誰かいるの？まさかあの子、今の話を聞いてたんじゃ。宿題の記憶？あ、戻ってきたね、全部。じゃあ、ちょっとセーブだけしての、我、最後の記憶移したり。最後の記憶。あのね、今日お母さんがクッキー焼いてくれるんだって。楽しみだな。そう、なんだ。あれ？まあ、嬉しくないの？これは、何度も見たことがある。そういうわけじゃないけど。それじゃあどうして？そういうのをうまく表現できない。そういうの？表現？嬉しいとか、そういうの。よくわかんないけど、まあそのままでいいと思うよ。え？だって、まあ、だから、無理しなくていいんだよ。あ、そうだ！にあげようと思ってこれ作ったの。これは、この前たまたま見つけたんだ。珍しいでしょう。これを、俺に？うん。よくこんなの使ってたから。形はちょっと変だけど、そんなことない。ありがとう。あ！今笑ったよね。え？笑った笑った。笑ってたのかな？やっぱりそうなんだ。冒頭の少年なんだ。うん。今絶対笑ってたよ。楽しいとか、嬉しいときはね、笑うといいんだよ。そういうものなのか。うん、お母さんが言ってたの。相手が笑顔になるとね、こっちまで嬉しくなるんだって。だからね、嬉しいときは、思いっきり笑顔になればいいんだよ。は、今嬉しい？多分、すごく嬉しいんだと思う。いよいよ顔が分かったじゃん。思い出した。そうだ、あの子だった。私が昔一緒に遊んだ男の子。私がずっとずっと大好きだった男の子。どうして今まで思い出せなかったの？でも私が見かけた時、あの子の姿は子供の時のままだった。冒頭の年を取らなくなる？もしかして魔術師なのが関係しているんじゃ。最後の記憶、確かに映したり。これより先の真実は、そなたの目、確かへ、たまわえ。猫！この先へ行けば、君の真実がきっとわかる。気をつけてね。猫！猫が喋るな。びっくりしたわ。なんで猫が喋った、今。あ！いるねー。いたねー。
いるねえじゃなくていたんだね。きっとこの先にいる。きっとこれで最後だわ。じゃあ行くか。私、やっと思い出したの。あなたと私、本当はずっと前に会ってるんだよね。ねえ、そうでしょ？でもどうしてあなたは、あの頃と姿が変わらないの？うん。私ね、あなたことがずっと、ん？ミア、この声お母さん？ミア、思い出して。痛い頭が！しおり？このしおりは？おう、今までの話だね。あ、待って。もう、いいの。私はもう思い出したの。私はずっとこの男の方が好きだった。もう全部思い出したの。お母さん、私はもう。あ、四つ葉のクローバーで作ったんだ。しおりをやっぱり。たまたま見つけたんだ。珍しいでしょ？これはしおり？四つ葉のクローバー？しおり？これを俺に？うん。よくこんなの使ってたから。違う。形はちょっと変だけど、そんなことない。ありがとう。違う。あ、今笑ったよね。え？笑った笑った。あなたは、笑ったのかな？うん。絶対今笑ってたよ。楽しい時とか嬉しい時はね。笑うといいんだよ。そういうものなのか？うん。お母さんが言ってたの。相手が笑顔になるとね、こっちまで嬉しくなるんだって。あなたは、だからね、嬉しい時は思い切り笑顔になればいいんだよ。アラルドは、今、嬉しい？アラルドなんだ。髪の色が変わった。白黒だから分かんなかったんだ。違う。私がずっと探してたのは、私がずっと好きだったのは、あなたじゃない！うん。ふっ。ん？はは。はははははは。白黒だから分かんなかったんだ。髪の輪郭だけで判別しようとしてたからね。うん。ほんと、君もバカだよねー。え？そう、君の言う通り。おそらく、君が探してた人は僕じゃない。なぜなら、僕と君は村でぶつかった時に初めて出会ったから。それじゃあ、しおりを拾った時に私は時々見ていたもの？それと、いろいろ混乱してる君に一つ説明してあげるよ。説明？そう。君にも強い魔力があるって話。まあ、血筋、お母さんの血筋だからか。君の場合、自分の魔力には全然気づけていないようだね。君は、物の記憶を読めるらしいね。物の記憶？クローバーのしおりをアラロさんにあげた。それなら、私が見ていたのはアラロさんの過去の記憶。どう？つじつまはあった？本当。こう見ると懐かしいよ。懐かしいって何が？君に、アリシアの面影があるなと思ってね。どうしてお母さんのことを？あれ？もしかして聞いてないの？何を？
どうしてアラルドがこの館に住み着いてるのか、それとどうしてアリシアが死んだのか。そうだね、お母さんは病人を助けるために無茶をして、それで体調を崩して、お母さんはもともと私の体に良かったから、それが原因だったって。へえ、ずいぶんと優しい嘘になっちゃったんだね。嘘？いいよ、真実を知らないミヤちゃんのために僕が教えてあげる。とある小さな村に女の子が住んでいました。それはある日、その子は重い病気にかかってしまいました。その病気を治すには薬が必要です。そこでその女の子の母親はふと思い出しました。以前、北の館という古びた館に薬品を盗む盗賊が出入りしていたという噂を。北の館ってここじゃない？しかし女の子の母親は体が弱く、確かめに行こうにも行けません。ところが、その話を偶然聞いてしまった少年がいました。その少年は、女の子の家に居候している子でした。少年は、女の子の母親を黙って北の館に向かいました。そして少年は、北の館で無事に薬を手に入れることができました。え？それなら、しかし、それを許さない人がいました。そう、その館の主人です。館の主人は少年を追いかけます。とうとう少年は追い詰められ、少年も半ば諦めてかけていました。しかし、その時に女の子の母親が助けに来たのです。強い魔力を持っていた母親は、必死に館の主人と戦います。そしてついに館の主人の封印に成功しました。ところが館の主人は最後の力を振り絞って少年に呪いをかけました。呪い？そう、それは一生館の中から出られないという非常に酷な呪いでした。そんな、最後の魔力で館から追い出された母親は毎日毎日北の館に赴き、必死に呪いを解こうとしました。しかし、その努力は報われず、体に怖かった母親はそのまま死んでしまいましたとさ。どう？なかなか悲しいお話じゃない？それだったら今までの過去の記憶全部ついつも合うよ。ねえ、ミヤちゃん。アラルドさんがここにいるのも。そう、アラルドは、ずっとここにいて助けてくれたもんね。だからそれだ、お母さんが死んだのも全部私のせい。何？鐘の音？時計の針が12時を指した。今日でアリシアの封印からちょうど13年だ。え？やっこれでやっと解放される。どういうこと？こんな封印なんかがなかったらとっくに君を殺せてたのにね。うわー、びっくりしたわひっ、ダメ、開かない。うわー、瞬間移動してくる瞬間移動だ、ダメだ君を見てるとさ、虫図が走るんだよね。アリシアを見てるみたいでさ。あ、ほんと見ていてイライラするんだよ。さっさと死にくんない？うん、あ、竜がキュー。あ、なにこれ、ミヤちゃんのペット？もう眩しい。すごい。ん？ダメ、逃げて。ああ、竜まで倒れちゃった。
大丈夫、しっかりして。よかった、息はしてる。ほんと、ミヤちゃんはいろんなものに好かれるんだね。この館に住んでる霊もいろいろ成仏させてくれちゃったみたいだし。私のせいでごめんね。どうする、ミヤちゃん。なんとかしなきゃ。ここで死ぬわけにはいかないの。アラナさんに謝らなくちゃいけないんだから。どうすんの、竜の石像。竜の石像、誰。今度は私たちがあなたを助けます。だから信じて、竜の石像に光を灯してください。竜の石像、お、竜の石像か。おお、みんな動いてきた。さあ、どうしましょうか。竜の石像、竜の石像はどこでしょうか。どこにあるでしょうかね。竜の石像、竜の石像、これか。1、2、うわー、早い早いやついる。うわー、走らせー。1、2、 OK。 あれ、もう鬼ごっこはおしまい。なんかゾンビおるけど。なんかゾンビ挟んでるけどな。お、あ、これは、たかが霊の分際で、あの死に損ないどもめ。疲れすぎんのも、考えもんだよね。ねえ、ミヤちゃん、フェルト。フェルトさ、それはフェルトだろうな。フェルトにしか思えないけど。まだ気づいてなかったの？どれだけおめでたい頭なんだろうね。僕ももう、我慢の限界なんだ。君を殺したくて殺したくてたまらない。いや、足が動かない。怖がってる場合じゃないのに。君を殺したらきっとアリシア、悲しむだろうね。向こうでアリシアになったら言っといてよ。僕を怒らせた罰だよってね。バイバイ、ミヤちゃん。死ね。やだ！ミヤ！アラルさん？おかしいな。お前の魔力、ほとんど奪ったはずだけど。え？大丈夫か？はい、よかった。どいつもこいつも、僕の邪魔ばかりする。たかだか、小娘一人殺すのに、どうしてこんなに手間取ってんだ！フェルト？下がれ、ミヤ。僕の邪魔をするな！わ、来い、ミヤ。え、あ、オルゴールの場所。あれ、ここは、なんとかうまく出られたみたいだな。もしかして、アダロさんが。でも、俺に魔力は残ってない。すまない。このまま、お前を館の外に逃がせればと思っていたんだが。そんなことはいいんです。一緒にここを出ましょう。何？フェルトだ。お前を探してる。え？だったら早く行きましょう。早くこの館から出なくちゃ。お前は先に行け。俺がここでフェルトを食い止める。え？おそらくあいつは暴走している。もはや何をするかわからない。大丈夫。後へ必ず行くから。本当に？ああ。わかりました。いい子だ。さあ、早く行け。え、行くしかないってこと？だね。カラス、気をつけて、この先危険。カラスに忠告されたわ。うわー、ほんとだ、危険だ、めっちゃ危険になってる。追いかけてきてんじゃねえかよ、地味に。
地味に追いかけてきてる。魔物ばっかりになってる。魔物ばっかりになってる。さあ、早いですね。足が速いやつもいんな。地味に。あ、え、フェルト。アラルさんはどうしたの？逃がさないよ、アリシア。私は、お母さんじゃない。アリシアじゃないわ。答えてよ、アラルさんは？怖がらなくていいんだよ、アリシア。すぐに楽にしてあげるから。うわあ、ローパーみたいな。アリシア。僕を初めて傷つけた女。殺したいほど好きなんだよ。ねえ、アリシア。そんなのおかしい。狂ってるわ。なんとでも言えばいい。ああ、そういえば、アラルのこと気になるんだよね。アラルで何をしたの？いいよ、見せてあげる。アラルドアラルドなんてひどいこと。アリシア、好きだよ、アリシア。だから。ん？お、死んだふり。その攻撃はこの僕に効くわけ。ん？もう俺にはお前に勝てるだけの魔力はない。それならせめて、まさかお前、お前が作り出した闇だろ。それに取り込まれるのは自業自得だ。貴様も死ぬぞ。この怪我者どうせもう助からない。生きていてもどうせこの館から出られない。どのうちあの子と一緒にやれる道はもうない。アラルさん、ミア、たとえお前が俺を覚えていなくても俺は。よせ、やめろー。愛してる、ミア。あ、やめろー。いやー、闇の中に一緒に二人で行っちゃった。お、おい、おい、ミア、しっかりしろよ。ああ、戻ってきた。あれ？ここは、村に続く道？はあ、よかった、目が覚めて。バレン、どういうことなの？私さっきまで。さっき、まで？ん？どうした？まさかどっか痛むのか？ううん、違うの。私、どうしてたんだっけ？お前がヒーになっても顔出さないから心配して家まで行ったんだよ。そしたら家の鍵は開きっぱなしだし、お前はいないし。親父なんて人されたって騒ぎだし、もう大変だったんだよ。そうだったの？それはごめんね。まあ無事ならいいけどさ、ミアこんなところで何してたわけ？朝っぱらからこんなところで散歩ってわけでもないだろう。誰か探してたのか？そうだ、アラルーさん。アラルーさん、誰それ？誰だったっけ？なんじゃそれ。寝ぼけてんのか？よく、わからないの。ほら、とっとと村に戻ろうぜ。みんな心配してるし。うん、うん。んじゃ行こう。ん？思い出せないままなんだ。お前が俺を覚えていたら、優しいお前は、きっと後悔するだろ。あのさ、ミア。え、何？俺ってさ、幼馴染じゃん。でもさ、俺、なんかそろそろそういう立場嫌っていうか、どういうこと？その、よかったら俺と付き合わね。え？俺、ずっと前から、お前のこと好きだったんだ。だから、バレン顔真っ赤だよ。でも、すごく嬉しい。ああ、そっちに行っちゃうのか。まあ、これもある種の幸せになるんだね。エンド、色褪せた記憶。あー、長い、結構ね、単発で長い感じになったけど、終わりました。一応エンディングが、いくつかあるんですけど、それの回収は、今度にします。でもなんだろう。
わかりやすい。これね、実はね、この作者さん初の作品なんですよ。初でこれのクオリティはすごいぞ。謎解きとかあったし、追いかけられっこもあったしね。まあ、ちょっぴりホラーなところというか、まあ、ちょっぴりホラーというか、自分がアハーハー笑っとったところがあるけど。いや、多分いくつかのエンディングがあって、その中の、まあ、色褪せた記憶を引いたんだなって感じですね。はーい。じゃあ、とりあえず今回は、これで終わりましょうか。いやー、ありがとうございました。お疲れ様でした。